玉川徹にブーメラン、秋元司と初鹿晃で。本日放送されたテレビ朝日の「モーニングショー」の中で玉川徹さんが中国火事の汚職事件に対し、本人は否認しているのに、すぐ離党届を出して、自民党は離党届を受理して、僕らは自民党の秋元議員と言えなくなっちゃった。イメージを守りたいのかもしれないけど、 なんかうさんくせえなと発言されてしまったんですが、まあ、こういった政党において除名をする場合は、有罪が確定したわけではございませんので、現時点では難しいという見方もございます。ただ、玉川さんはこのような主張をされるのであれば、つい先日、同じ 国会議員の初鹿昭浩容疑者が立憲民主党に対して離党届を提出し、受理された事実も同じように説明をするべきなんじゃないでしょうか。また、立憲民主党では辻元清美さんが離党では済まないと以前に主張されておられますので、そういった辻元さんの主張についても紹介するべきだと思います。 玉川徹さんには、テレビ朝日には、モーニングショーには、ぜひとも、中国火事の汚職事件において、秋元司容疑者に対し、何か主張するのであれば、初鹿容疑者の事件についても、同じように、主張していただくように、お願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。